無敵大河のミトロンガイド、ナオキングと三つ星。さあ今回のテーマは、施設の食事って美味しいの？それは期待できないわね。食事に関しては私厳しく見ますよ。へえ、意外な一面だぼ。それ見たまんまでしょうが。ここは医療法人社団アトカイの介護老人保健施設、深川国草よ。リゾートホテルみたいだぼ。外面はいいな。ひどいこと言うんじゃないよ。いい匂いがするぼ。おお、これはオードブルじゃないか。すごい。あ、実写版ミトランがいるぼ。違うよ。これ介護施設の食事なのか。はい、そうです。デイケア用のバイキング料理になります。バイキング？やっぱりホテルだぼ。いやいや、デイケアって言ってるでしょ。でもシェフの帽子かぶってるぼ。私は以前ホテルの方でシェフをやっておりまして、今はアトカイの方で総料理長を務めております。シェフだったんですね。さすが、手つきが違うな。でも介護施設にシェフってそこまでする必要あるのかしら。ご利用者にとって食事は一番の楽しみです。ですのでアトカイでは食事に対してこだわっています。なるほど。いや、これは合成だね。宇宙だ、大宇宙が広がっている。みんないっぱい取ってるぼ、ね、こんなに食べて大丈夫なの？大丈夫です。メニューの考案はこちらにいる管理栄養士と行っております。頼もしい。お姉さん管理栄養士？はい、高齢者は栄養管理がとても大事なので味を少し控えめに作ってもらっています。料理や見た目はとても大事なので料理長に腕を振るってもらっています。頑張ってます。いいですね。みんな美味しく食べてるか、うん、一つ一つにね手が込んでるから、本当にいただきながらね、感謝してます。わあ、あまりの美味しさに涙が出ましたね。熊坊ももらい泣き。これは三つ星でしょ、ミトランさん。職員のクオリティも気になりますね。おい、クオリティ高いのか。アトカイでは毎年介護先進国スウェーデンで海外研修を行っています。海外研修？毎年2人ずつ行ってるみたいよ。はあ、こりゃすごいですね。ちょっと待って、海外研修行っても現場で生かされなきゃ三つ星はあげられません。ちゃんと生きてます。例えばこちらです。今やっているタクティールタッチはスウェーデン式療法です。スウェーデン？でもできるの海外研修行った人だけでしょ。アトカイではスウェーデンから講師やスタッフを招いて海外研修に行けない人もスキルアップできます。素晴らしい、三つ星をあげます。今時の介護施設は料理もスタッフもクオリティが高いね。バイキングに驚くナオキングっつってね。クオリティ低い。星ゼロ。どんまい。おー。